今回作るベッドフレームはこれ。フレーム変化なしでシートアレンジ。どうもこんにちは。前回ベッドを固定するためのフラットな床使いましたよね。今回はこいつにフレームを固定します。リアシートギリギリにフレームを通すことでベッドの高さを下げます。自分の工作には設計図的なものはありません。なんでか、設計図通りに作っても完成せえへんから。だから現物合わせで考えながら作っていく。これトゥループラスのやり方です。Gファンのブラケット、すぐバラバラになってもて組みにくい。マスキングテープを貼ることで解決します。こんな感じに貼るといいですよ。次は高さの基準を決めます。今回の基準は助手席の高さなんで前から作っていきます。We could have the world.
to ourselves, going to a place that's far, staring at the stars for hours, cause you're a renegade. I could be the one who saved you from this heartbreak. We could be as one and escape. いい感じに高さが出ました。この状態で後ろ測っちゃいます。これでベッドのベースが完成。一度天板乗せてみて確認しておきます。こっちのフレームはリアシートの外になるようにつけます。こうすることによってフレームの脱着なしでシートが出し入れできます。このちっちゃいパーツは外すと乗り降りが楽です。外さなくても乗り降りはできるから、スポット的に使うんやったらつけっぱなしでもええと思うよ。1日出かけるなら外した方がいいよね。ここはうまく使い分ければいいと思う。Thank you.
フレームは完成。天板乗せてみます。ベッドスタイルに変形。いい感じになったと思います。ベッドの高さも完璧。今回はここまで。ご視聴ありがとうございます。次回はサブバッテリーに走行充電できるようにします。あとサブバッテリーでパワーウィンドウを動かせるようにもします。ぜひ見に来てください。それじゃまたねー。